早くもおせち商戦が始まりました。今年は人生100年時代を意識した高齢者に配慮したおせちがトレンドです。高齢者向けに柔らかい素材でできているおせちはニーズが高まっていて、今年は去年の2倍の販売数を準備しているということです。高島屋では自宅で作るより購入する層が広がっているということです。また松屋銀座も食塩不使用おせちを発表したほか、平成最後のお正月をテーマに和洋中すべてを揃えた16万円のバブルおせちも登場しました。